前回のハードライン。俺たちが提供するのは警察、軍事会社、国境警備隊のネットワーク。しかるべき対価でネットワークにアクセスできる。ブリーフケースに携帯を隠せば追跡できる。ドーズの汚い金を戦場前に奪って手に入れようってこと。悪くない。でも一人で行って。カーンをやったのは古い知り合いかもしれない。ストダードは手がいるんじゃないかと思って。おい、ニュースは見たのか。ロークの話。お前たち二人で合わせて300万の損害を与えたらしいぜ。脆い家に住んでるからだ。見てくれ、絶対気に入るぜ。バン。そりゃなんだ。ドーズの金の隠し場所。金の追跡に成功したのか。ほらここ、カイの携帯はここにある。ドーズの会社の本社ビル。ただし警備はガチガチ。専用エレベーターに対爆処理の窓ガラス。それ知ってる。マイアミと海を挟んだフォスターキーにある。そしてこれが半年前最上階のペントハウスに設置された金庫の発注書。いいぞ、聞かせてくれ。分厚い鋼鉄の扉にダイヤルロックとマグネティックシール。それを爆破する。それだとビルごと吹き飛ばすだけの爆薬がいる。だから爆薬はなし。あ、だろ。知り合いに自動でダイヤルを回す金庫破りのロボットを持ってる連中がいるんだ。ブルートって呼んでた。そいつならあっという間にどんなダイヤル錠でも開ける。連絡しろ、そのロボットがいる。もうしたよ。あとは受け取るだけ。それじゃあ取りに行こうか。ねえ、乗せてってくれる？もちろん、いいぞ。最高ね。ここを右に行って。それで最近は何してるの？変わらず。国内？海外？海外かな。どっち行けば？道なりよ、曲がるところで言う。それで仕事は楽しい？払いは悪くない。ニックはどうなの？ブーマーと一緒だ。あら、悪い仲間なのね。ゾクゾクしちゃう。親父さんはまだ持ち歩いてる。マーカス、あなたって人は気にしすぎなのよ。もうパパも落ち着いた。それで君ら二人の関係は？ああ、それは…マーカスと私は愛し合ってた。パパは怒ってたけど。その理由もわかるけど。それでマーカスが出て行こうとした時、パパったら君を連れてね。誘拐だってパパは言ったけど、うん、とってもロマンチックだった。でもそれでパパを怒らせたの、多分。ブレスレットを見せてやるよ。うん、 GPS よ。私の居場所がいつでもわかるの。なるほど。親父さんはそのヤバいのか。
元シールズよ。シールズの隊員なんだから。それからパパは共産主義に侵されたアメリカ政府と衝突して、仲間の愛国者とコミュニティを作ったの。愛国者ね。武器持ってるのか。たくさん。楽しい連中だよ。知り合いだ。ほとんどはヒッピーさ。いいえ、ヒッピーはみんな行っちゃった。え、どこ行ったの。そこ。そのまま砂利道をまっすぐ行って。これはこれは、マーカス・ブーンか。戻ってきたな、宝刀息子。アルパートさん、今回はどうも。ああ、いいさ、気にするな。それで君がニックか。あんたのロボットでどんなダイヤル錠も開けられると聞いた。そうだともニック。時間はかかるがな。ニック、面倒さだな。おお、驚いた。まさか本当とは。パパは私の電話をいつも盗聴してる。面倒さくんは人気者だぞ。ロスのストダードって男も君を探している。25万ドル払うと言ってきた。今ここに来る。ごめんね、マーカス。お前たち面倒さくんと、それからマーカスを大統領執務室にご案内するんだ。待って、ニックだけでしょ。マーカスは最初から目障りだった。そいつもだ。マーカス、本当にごめんなさい。さっさとそのクズを娘から引き離せ。それとマーカス、言っておくが、人種は問題じゃない。お前という人間が俺は嫌いなんだ。一ついい知らせがある。マジかよ。どこでそれを。ハグした時にデューンが。彼女は俺たちを売った。デューンはあんたを売った。でも彼女は悪い子じゃない。なるほど。いいぞ、ついてこい。ああ、頼む。よし、ここから脱出する方法を見つけよう。そいつは賛成だね。ここは一体何なんだ。ミサイルのサイロ、90年代に廃棄された。昔はよくパーティーに使ってた。ああ、本物の核ミサイルがあるとか言うなよ。そんなもんないって。今知らないけど。砂漠に光る道を持ち、武器を用意し、自分の王国が諸国に見せる。我々は何度も大戦国家の目に見ていること。この意外な武器を今大戦で全て崩壊し崩れさせるのだ。火災が何処にも呼ばれている。人も全ての大学ハッチがあるはず。彼らは我々の戦いを応援しよう。お前たちは負けないな。敗戦者、負け者、共に祝いな。そして期待されてますよね。サボクリア、サボクリア。くそ、どっちだ。差別主義者なのか。差別主義者に何の問題がある。
それで、その何発残ってる？数発。よし来い、そのハッチを見つけるぞ。下がってろ、俺がいる。あんたに任せる。マーカスってガキは前から気に入らなかった。すかした野郎だよ。あんな奴を仲間にしてたなんて信じられないぜ。ああ、連中だけじゃない。メキシコ人にヒッピー、クソがいっぱいいるかった。だが、トニーが仕切ってからあっという間に全部変わった。そういや、あのメキシコ野郎、警官だったらしい。ったく、ちょっと警官が多すぎるぜ。奴はもっ…あの連中スキャナーを持って行きやがった。あったそこにはしごだ。外に出られるぞ。よし、行くぞ。よし、荷物を取り戻すぞ。何言ってんの？それより逃げなきゃ。いいか、ストダードに荷物が渡ればカイとタイソンのことが漏れる。だから置いていけない。くそ。なあ、ここからどうする？下はアルパートの仲間だらけだ。そうだな、左側から登れそうだ。オッケー、また。それか右のフェンスの下をくぐれるかも。ああ、それか正面突破だ。は？その気があればだ。あんたに任せる。俺はついていく。それで問題ない。ニック、あのトレーラーだ。おい、俺のビールをどうした？お前の気の抜けたビールなんか飲むかよ。俺にはこの通りちゃんとウイスキーがあるけど、なくなってんだよ。ランディからお前に聞けって言われたぜ。ああ、そうだ、聞け。先週、ロシアの特殊部隊が20人でデンバー空港に到着したんだ。俺の義理の兄弟がそこで…そこに何か見えるぞ。無線があった。これでデューに連絡する。他に選択肢はないのか？ここにはない。何か聞こえたぞ。
そこは見たか。オッケー、急いでここを出る。
車乗って。一体ここはどうなってる。誰も彼も最終戦争でも始めそうな勢いだ。ええ、トニーはちょっと普通じゃないの。それでなんで金庫破りのロボットが必要なの。ニックの復讐に必要だ。そう、じゃあ正義のために使われるのね。飛行場に行って、そこにブルートがあるわ。分かった。本当にそこにあるのか。ええ、そうよ。そこがトニーのガラクタ置き場なの。早く行って。それで、一つ聞いておきたいんだけど。一つか、なら俺は聞きたいことが山ほどある。ちょっと待ってくれる？デューン、なんで俺たちを罠にはめようとした？ニックはまたあなたの悪い友達だろって思ってた。でも警官だって分かって、それも困るけど。そんなこと言って、俺たちと一緒に来るんだろ。どうかしら。なんだよ！くそ、ブーマ！私はストダードって男にあなたたちを売って25万ドルを手に入れようとするかもしれない。おい、なんだそれ。バカね、脅かしただけよ。びっくりさせるな。弾は抜いてあるわ。前が見えない。みんな大丈夫か。デューンが撃たれた。腕を撃たれたわ。足も折れたみたい。助けを呼ばないと。マーカス、私たちを襲った連中がやってくる。これ覚えてる？ああ。ニック、応急処置の間足止めして。銃はトランクよ。任せとけ。言っておくけど、前はこんなんじゃなかった。違う。間違いない。
これで全部だ。おい、大丈夫か？手伝ってほしいの。トニーはハンターよ、だからおとりが効く。私、砂漠は性に合わないみたいだし。一緒には行けない。病院まで送るよ。いいの、仕事があるでしょ。飛行場はすぐそこよ、急がないと。デューン、分かってる。幸運を。また会える。それとトニーにクソ野郎って伝えて。なあ、あの家の焼け跡を調べたらどうかな。燃えたばかりみたいだけど。だから言ったろ、いい子だって。その彼女の父親が俺たちを殺しに来てるんだぞ。逃げればいいんだ。飛行場なんだろ、なら飛行機がある。それで、デューンの言っていたアルパートが飛行場に集めてるものって一体何だ。ろくでもない収集兵器だよ。違法なものほど欲しがるんだ。そうか、それで具体的には何だ。軍の横流し品、戦車にヘリ、それに戦闘機まで持ってるんだ。金を腐るほど持ってる。ドラッグで儲けて憲法の武器を持つ権利を信じてる。よし、あれだ、古い飛行場。そのまま、飛行場はこの先だ。あんたが警官だったなんて信じらんない。ああ、親父も警官だった。本当？ SDE を知ってるか？キューバの秘密警察。普通の警官じゃない。オーケー、そう。それで家業を継いだ。そりゃどうかな。親父は拷問が仕事だった。そいつを家にも持ち帰った、わかるか？それで俺は警官になった。本物のな。悪かった、それは残念だったな。だが警官を辞めても腐った連中を止められる。さあ歩くぞ、行こう。おいおい、いいぞ、かなりガタ来てるけど直せる。待った、お前が直した飛行機に乗るのはちょっと考えさせてくれ。何、どういう意味だ。俺を信用しないのかよ。もういい、出てけ、修理の邪魔だ。俺はブルートを探す、無線は切るなよ。ああ、ああ、OK だ。
ずい。ブーマ、アルパートの部下がもういるぞ。あ、そこから道を挟んで、倉庫は見えるか。ある。囲まれてる。中に入るそうか。待ってくれ。ああ、考えがある。少し派手になるが。ルートを見つけたぞ。連中が建物を砲撃しやがった。そっちの修理を急いでくれ。連中は足止めする。
そいつを滑走路に出す。そこで合流だ。カイとタイソンと合流したら、まっすぐマイアミに向かう。ちゃんと修理できたろ。